こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。前回の動画の最後の方に少しだけ触れたんですけど、最近私のお客様で高齢者のお客様の割合が増えてきました。昨日ご契約いただいたお客様は、定年直後にご夫婦でお住まいされる平屋の建物をご提案させていただき、ご契約になりました。そして1週間前は私のお客様の最高齢で77歳のおばあちゃんに提案させていただき、ご契約になりました。どちらのお客様もご紹介をいただいたお客様で提案させていただき、ご契約になった事例なんですけど、高齢者のお住まいを提案させていただくときに、いろんな注意するポイントがある中、一番気をつけているのがトイレです。高齢化に向けて間取りを検討される方にとって、今回の動画はとってもお役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、住まいづくりにお役に立つような情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それでは、高齢者の住まいで私がトイレを設計する際に気をつけていることについてご紹介します。高齢者になるとどうしてもトイレに行く回数が増えてしまいます。高齢者の住まいを提案させていただくときに、トイレで一番気をつけているのはトイレの配置に気をつけています。日中はリビングで長い時間を過ごすんですけど、寝るときはどうしても寝室で過ごす場合が多いので、リビングと寝室のどちらにも近いトイレが一番ベストなんですけど、もしどちらか優先して近づけるのであれば、寝室の近くが一番ベストだと思います。というのは、日中に比べて深夜の方が住まいの中で温度差が出る場合に、寝室は暖房していてもトイレに行くまでの廊下が暖房されていないことが多いので、ヒートショックで温度差が、体への負担がどうしても高齢者には大きいので、本来であれば寝室からすぐ行けるトイレがベストなんですが、ホールをどうしても返してトイレを行くときは、できるだけその距離が短くするのを心がけています。こちらの間取りは最近ご契約になった事例なんですけど、寝室を出てすぐ LDK になって、 LDK からトイレに行く間取りです。できるだけ歩く距離を短くするトイレが一番喜ばれます。トイレの位置が決まれば、その次に気をつけているのは、トイレの中の広さとトイレの入り口の前の広さをできるだけ広く確保しています。トイレの広さで一番ベストなのは2畳あれば一番ベストで、2畳あれば車椅子で入ることができたり、介護する人と一緒に入ることができるので一番ベストなんですが、なかなか予算的に厳しい場合も多いので、そんな中でもできるだけトイレの広さをできるだけ広く取るようにしています。トイレの入り口の前の広さをできるだけ広く確保するのは、トイレに行くまでの廊下に手すりを取り付けたり、または車椅子で入っていくときにトイレの入り口の前が狭いと侵入が難しい場合が多いので、トイレの前の入り口の広さも結構重要なポイントです。そしてトイレに侵入するときの扉は、開き戸だと車椅子だと手前に開くと、どうしても自分が一旦下がる必要があるので、開き戸だと不便な場合が多く、引き戸だとすっと入ることができるので、できるだけ高齢者のトイレの場合は引き戸を採用するようにしています。そして入る向きとしても、便器に向かって正面から入ると体を振り返る必要があるんですが、トイレを横から入るような間取りだと、そのままさっとあんまり体を動かさずにトイレの便器に座ることができるので、できるだけ引き戸で横から入るような間取りを心がけています。またトイレで用を済ました後に手を洗いたい場合、ロータンクについている手洗い器だと、もう一回体を向き直して手を洗う必要があり、そこにまた体の負担があるので、
トイレの中に手洗い器を設けるか、またはトイレから出てすぐに洗面化粧台を設けるようにしています。高齢者の住まいを提案するときに、トイレについてはこのようなことをいつも気をつけて設計しています。今回は高齢者の住まいを提案させていただくときに、トイレの設計で気をつけていることをご紹介しました。これからも住まいづくりにお役に立つような情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。